Hope! いきなりね、いきなり Hope! 来ましたね。まあ、ここの、素敵なこの空間を僕はこういうスペースというかね、お借りしてるんだけども、毎週月曜日ですか、午前中、10時半、まあ11時くらいからね、始めて、こう1時間の中でいろいろこう、歌ったり、お話ししたりしてるんですけどね。まあ、夢売り数えてってわけじゃないけど、ぼちぼち、半年近くになり始めたのかなって感じです。で、これはね、ひとえに皆様のおかげで。はい。まあ、誰のおかげか、まあ、ともかくとしても、ジーザス、神のおかげっていうことだけは間違いないと思いますけどね。まあ、その愛というかね、いいな、あの深い愛、広い心っていうのはやっぱり他に類を見ないというか、こう生かされてるなって気はするんですけどね。まあ、そんなわけで多くの視聴者の皆さんから、なんでそれ嘘だよ、全然そういうリアクションは、まあ、いただこうとも思ってないし、まあ、来るとも思ってないしね。まあ、しかしながら、そこがほら、YouTube のいいとこじゃないですか。まあ、勝手に配信もされてるし、まあ、適当に受信も皆さんしてると思うんだけど、受信っていう言葉をこう聞くとさ、やっぱりどうしてもあの人を思い出すね。もう結構好きなんだよ、この人。ぶっ壊すっていう人ね。まあ、最近ぶっ壊す材料もあの方いろいろこう増えてらっしゃるみたいで、まあ、好ましいなと思ってますよ。ああいう人もっともっとたくさん出てきてほしいなと思うんだけど、よらば大樹の木陰というね、いい言葉があるんだけど、まあ、彼のところにだけ集まってくるんじゃなくて、まあ、言うなれば我々もとか、私もとかね、我々もっていうと、なんかちょっと暗い方の我々が最近目立っちゃってるけどさ、皆さんはどうですか、戸締まり厳重にってさ、そういう甘いもんじゃないみたいなね、あれ話聞いてるとね、リサーチ力っていうのはすごいし、いや今さ、そのここなんだよ、大切なところはプライバシーだってね、個人情報だとかって言ってるけど、あれどこまで皆さん確立されてると思いますか。セキュリティっていう、まあ、言葉を売りにしてね、まあ、それをそのうちに任せりゃ大丈夫っていうのもいるしさ、そっち行ってなきゃまずいんじゃないのっていう人もいれば、そっち行ったから余計バレちゃったって人も中にはいるのかもしれません。分かりませんよ。要するに分かんないで不当もやるよね。昔からそうなんだけどさ、そうなんだよ。まあいずれ、今更始まったことじゃない、この世界のこういう状況で、まあ、ちょっとマイナーチューンが流れたけど、自然にこっちに入ったね今日ね。まあ元気でいてくれれば何より、そこだね。で、元気とはっていうのはさ、そもそも元気ってどの辺が元気なんだろうね。どう思いますか。やっぱりここが元気じゃないとね。そこが元気じゃないと、今日は右から吹いたこの風にこっちに流されちゃってとかさ、こっちから逆に来たんだから昨日はうまくいってたなとかさ、ああいうのあんまり当てにならないですよ。これ見てらっしゃる方、あんまり子供さんいらっしゃらないと思うんでね、僕の話これ子供が聞いても面白いと思わないし、かといってどういう人が聞いて、そうかと思ってくれる人いるかもしれないけど、まあゼロじゃないと思うよね。まあそこで、このバレンタインデーというところに引っ掛けた話を最近よくやってます。まあこの14日が2月のね、14日はそれで、2月ってさ、結局カレンダー見てればよくお分かりのように、何か短いという一言で済まされない、何か不思議な、ユニークな年間の中で、ここが一番なんかこう自分の気持ちにパシッと入ってくる感じが僕はしてるんですよ。皆さんどうですか。で、それってね、正解じゃないかと思う。まあここまで結構人間長くやってるとね、3通り目、これで4通り目ぐらいに入ったかなって感じます。まあ決してほら、僕はその Yesterday が良かったから今日もって、そういう言い方はしてないんだけど、比較対象になんかならないよね。今から、ここから、
いい言葉じゃないですか。あのバイブルのね。From now on ですよ。From now on、 今からここから。だからバレンタインデーに関しても、あのクリスマスと一緒で、これどうして一緒かって言ったら、クリスチャニティだ。ジーザスの教えとか、神だってこっちの世界から来てるからさ、その恩恵に随分我々ジャパニーズも、まあ、いただいてるって言われてるんですよ。まあ、有名な日本人がよく使う言葉で、足を洗うっていうのがあったよね。これ別にマイナーな世界にだけに言えることじゃなくって、やっぱり新たにここから生き生きと生きていきたいという思いを強くしないとさ、面白くないじゃない？だから、自分の住んでる環境っていうのもいろいろあると思うし、その周りの人たちね、お会いする人たちもいれば、すれ違う人たちもいるんだけど、みんな何らかの関連性があることだけは確かみたいだね。ここまで来ると。じゃあそれをどういうふうにして生きていくんでしょう。どういうふうにして生きていけばいいですかね。Sometimes 教えてほしいですね。まあだけど人間が人間に教えるたって大したことねえもんな。そう、人生なんて大したことねえよっていう感じでそれでいいんじゃないの。大したことねえよ人生なんて、どっちが先でも後ろでもいいんだけど、まあただ一つさ、あなたも僕も生きていかなきゃいけないことだけは事実だよね。まあ同じ生きるなら生き生き生かされてと、生きてます元気ですっていう人もいるけど、これも全く若い方々が張り切って言えるね。今ちょうどこの2月のまだ始まったばっかりの頃だからさ、まあ野球が好きな人はまあ待ちに待った野球のシーズンだ、キャンプだな。まあいろんな新人が入ってきてみんな一生懸命やってますよ、折り目正しくね。しかしそれと同時にここに来る手前までで整理されてる人たちもいるわけだ、まあ、いわゆる球界を去っていくというかね。さあこっからなんだけど、そのまんまの自分でどこまでもという人はおそらくうまくいかないんじゃないかなと思う。ごめんなさいね、ちょっと NG ネガティブな話しちゃったけどさ、そうなんだよ。だから今からここから全く新しい第二の人生をって、これが第二とかさ、じゃあ第三もあんのかよって感じでね。いやそうじゃなくて、例えばさ第一第二っていうよりもちょっと考えてみて、これだよ。音楽の世界でいくとさ、ドレミファソラシドって8つあるんだよね。最初のドから段階の上、一番上のその上のド、8番目に行くとまたドから始まる。どこまで行ってもドレミファソラシド、ドレミファソラシド、ドレミファソラシド。これって偶然だと思う？でも僕は思えないね。いや音楽お前やってっから、まあ、ヒダも弾くしよ、上がってていいんじゃねえのっていう人もいるけど、いやそうじゃなくてみんなのためにあるんだよこれ。それ幸せになるというね、思いを抱く権利はあるんだよ。ここちょっと深かったね今ね。あ、じゃあ何が幸せかってさ、そうだよ、貧相なあなたの心ってやつだ。いやお前だけいい思いして、お前なんでそれもいい格好すんなよ。いやいい格好してないんだけど、まあ、これはっきり言えるとこだっていうこと。病は気から、ありましたね、免疫力だね。そう、まあ、病から、病は気からって言うんだったら、この気とは何かって言ったらさ、生きていこうというポジティブな光に向かっていきたいなみたいな、あんな感じの悲しいこと、やるせないことがあってもさ、ここに向き合ってると結構不思議な強大な力強さをもらえるみたいですよ。どうですか皆さん。まあ今から歌う曲はさ、皆さんよく知ってる曲だと思うんだけど、そうここでも必ず歌う、歌うね。申し遅れまして、なんで今のはアンディ横山です。ボーカリストエンターテイナー、最近ね小さなところで、まあ、10人前後ぐらいの方々に対してパフォーマンスする機会をいろいろいただいてんだけど、これいいね。僕は理想的だと思うね。何がいいかっていうとね、非常に自然にお互いがお互いを共有できるっていうのかな、うん、
ここでこれ生きてる中で我々ヒューマニズムの最も重要なとこじゃないかと思うけど、それをいただけて本当に感謝です。アプリシエーション、ジーザス、神に感謝ね、ジーザス。でまあ今さ、今日始まったわけじゃないんだけど、もう昔からこの人類の中で必ずあるもの、何ですか？夫婦喧嘩。そうだけど、それもそうなんだけど、そっから端を走って戦争だな。ああ、そんで戦争に行くっていうのは大体が若いね人たちが行くよね。まさかさ70のおじさんが行かないよな。昔はそういう近いものがあったらしいけど、でもまあ結局そういうことで送り出す方にしてみれば大変な話だね。うん、行ってらっしゃいと言って、勝ってらっしゃいと言って、負けてらっしゃいって人はいないと思うんだけど、まあそこで帰ってこない人たちもいるわけですよ。そのはっきりとしたニュースをいただいたわけじゃないんだけども、お知らせね。だけどもどうしてんのかな、願うことなら無事に帰ってきてほしいな。今ヨーロッパのあの向こうの原っぱのじゃなくて、あの辺でね、なんかいろいろやってんだけどもさ、現場にいる人は大変じゃないかと思うね。送り出した親族、いわゆるまあ一番早い話がお母さんだな。この人たちがどういう思いで日々暮らしてるのかって考えたら、こう胸が裂ける思いちょっとあるね。まあそんなこんなで、どっかの国に限ったことじゃないけど、自分自身に例えてみようか。自分っていうのはこう人生っていう旅に出てるんだけど、そこでやはり思うように生きていきたいとは言うものの、日々学んでないと無理だねこれ。無事でいれば、早くできれば帰ってきてほしいな。Oh Danny boy, the pipes, the pipes, they're calling from glen to glen and down the mountainside.Summer's gone, and old roses falling. It's you, it's you. Must go when I must find. But coming back.When summer's in the meadow, oh, when the birds hush and white with snow, it's all be. I love you so.